今日のところに行きます。今日は3つのポイントでお話しますね。もう一度、エペソーショーをまず最初に見ますが、ここは、えー、いつでもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって知のぬ神に感謝しなさいということなんですが、まあ、感謝というとすぐに来るのは第一テサのリ家の5章の18節ですね。ここに書いてあるように、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストとしてあって神があなた方に望んでいることですということですね。で まずお話して一番最初にね、これで神があなた方に望んでいることで、もちろんキリストエスにあっていることですけど、これは後で話しますね。神が望んでおられることなんです、ね、感謝することは。すべてのことを感謝することは。で、感謝をすると必ず神様は、感謝することは神の命令にしたいこと、神を愛することになるから、どんなことからも駅に変えてくださって、祭典を与えてくださる全くその通りで、証しも山ほどあります。そう信じることが信仰でいいんです。期待していることは素晴らしいことなんです。だけど、ここで大事なことは、 神があなた方に飲んでることだから、神が望んでおられるから私たちは感謝をするんです。結果として当然約束通り全部駅になります。どんな最悪も。でもいいですかちょっと間違いないですね。必ず駅になるから、駅になるから感謝する。というのではなくて、神が望んでおられるから感謝をするならば約束通り全部駅になるんです。何やそれって。卵 <laughs>、ね、が最下、鶏が最下みたいですけど、ちょっと大事なところなんですね。

聖書はそう言ってな、ね、い。神は金ず生にしますよ。でも神が望んでおられるからかれこれ分かりやすく、ね、説明するためにダニエル書をいただきます。ダニエル書の3章に、ねえっとえっと、皆さん、あの平なでもここ出ますから、えーメシえっと、アベデネゴの話ですね。えっと、すみません、えーっと。3人、シャドラク、メシャク、アベデネゴっていうね、よく CS で話される話があるんですけどもね、簡潔に言いますね。節ネブカルレダルこれ王様 ネブカネル王様は金の胴を作った。これはあの、違法の神様ね。えー、違法人だろうね、ネブカネルだろうが。その高さは60キビとその幅は6キビと彼はこれをバビロン州のドラの部屋に耐てた,いた。で、これを拝めって言うんです。ところがそこに仕えていたユダヤ人のシャダルク、メシャーカー、アベテノゴは、誠の唯一の神が岸とかいません。グードラインしませんので、拝まなかった。飛ばします。1三節、十2節に行きます。ここにで、これね、だからその他の人たちがね、 シャえー、このメシャカ・アベデネゴを、ねまあ、に対して、おさむ、訴えるの、ここにあなたが任命して、バビロン州の陣を使わせたユダヤ人,ダヤ人のシャダラク・メシャカ・アベデネゴがおります。おうよ、おさま、この者たちはあなたを無視して、あなたの手を利かずに、あなたの神々に使えず、あなたが耐えた金の道画にもしませんと言ったそしたらネガブカ・ネダロウが怒った。ね、13節そこでネガブカ・ネダロウが怒りたけり、ね、シャダラク・メシャカ・アベデネゴを連れてこいと命じて、 そして、王道まで連れてこられます。14節眠かねだろうは、彼らに言います。シャールク、メシャーベあなた方は私の神々に使えず、また私が与えた金の動画を何もしないというか、本当かもし、あなた方が、角笛二、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、片笛、なんか昨日、笛吹いたチームがありましたけれども、および、諸々の楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った動画をむならそれでいい。拝むならいいよと。しかし、もし拝まないなら、 あなた方は直ちに火の燃える脳の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を好きですよう。火に投げ込むのって誰が好けるんだってこう、ね、う怒りたけって言ったわけですね。そしたらこのシャダイグ・メッシャカベデンはどう答えか。ちょ、ここみたいんです。シャダイグ・メッシャカベノグは眠ドどのに言います。私たちはこのことによってあなたにお答えする人は、ね、答える人はありません。と言いながら答えた言葉が17節18節なんですね。ここなんですね。もしそうなれば。 火,の池に火に投げ込まれたら、私の使える神は、聖書の神様は、生ける誠の神は、火の燃えるのから私を救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。そっ火の中からでも救ってくださる。すごい信号でしょ。神様はそれをしてくださるってこう確信持ってるんです。でもこの後ね、もしそうでなくてもって書いてある。しかしもしそうでなくても、これは不信号でね、もしそうじゃなかったってことじゃないですよ。いや、神は必ず助けてくださるけれども、 でも、仮にそうでなかったとしたって、神の方がはるかに高くて、神は私を愛して低にしかいなさらないから、もしそうでなかったとしたって、私は偶道を拝みません。おいおご承知ください。私たちはあなたの神々使えず、あなたはただ金の道を拝むことはしません。もしそうでなくったって、私を拝みません。って言ったんですね。感謝するときね、神は絶対駅にしてください。約束だから。全部駅に仕組み変えてください。決まってる。 けど、神様がはるかに大きくて、神は間違いなく私を愛してるから、私がよくわからなくてすぐじゃなくても、なんかなんでこうなるのと思ったとしても、神が望んでおられるから私は感謝をします。私の思う通りにならなくても、先週やったでしょあの、なんだっけ、あの、ナーマン。自分の思う通りのやり方でしてもらえなかったでしょそれが砕かれるまでは神の手を伸ばさなかったね。でも砕かれた瞬間奇跡が起こったね。大事なんですよ。 もしそうでなくても。だから、この場合言ったら、神が望まれてるから、いいですか間違いないん神は必ず感謝し、しに帰てくださる間違いないんです。だけども、その駅にしてもらうためにじゃなくて、神が望まれてるから、神は愛の方だから、神は最大しにながらないって約束してるから、感謝するんです。そう感謝する人は、すぐ変わろうとすぐ変わらないからと関係ないんですよね。これすごく大事なところなんです。これが大伝提になるからなんですよね。神が望んでられるから感謝するんです。 まずこれが一つ目ねで皆さんね、ねこの時はね、知ってますダニエルはどうなったか、カ袋が怒回たけってね、七番熱くするんです。だねこの人たちを連れていく人がね、七番熱いからね、連れて行った人がね、火に焼かれてね、焼かれちゃうんです。<laughs> ほいで、この人たち三人、パーって火の中に投げ落とされたの。そしたらね、四人目の人が出てくるんですよ。四人で一緒にくるくる回って、火の中でこう踊るんですよね、なんかあの誰かさんみたいにこうやって。 わかりますかって誰かの前か <laughs>、ね、天使ですよこれで根深いよびっくりしてね「なんだこれは?」って言って呼び出したらね全くこぎついてないで今度根深いよびっくりしてね「こんな神はまことの神しかいない」って言ってね逆に神様を悲鳴するんですよねで彼らもたちと立てるんですよねまさに彼らが死んたとおりになるんですでもなるんだけども彼らは「たとえそうでなくたって私はよがみませんよ」って言ったの。 そうしてもらえるから拝まないんじゃなくて。わかりますか大事なところなんです。私たちは感謝が必ず逆転が起こる。起こるんだけど、逆転を起こしてもらうために感謝してるんじゃないんです。神様が望んでおられるし、神は感謝を受けにふさわしいし、神は賛美するのにふさわしいし、神様は賛美されるべきお方なんですよ。だから賛美し感謝するんですよね。わかりでしょうかねこれ大事なところなんですね。これが一つ目の、最も土台のところ。で、二つ目のところに行きますね。 二つ目は何かというと、エペソ書に戻りますし、テサロニケでもいいんですが、両方にあるんですね。じゃあ、そのテサロニケ書出るからが、ここに、えっと、すあテサロニケに、あ、エペソソですね。すべてのことについて、私たちの主エス・キリストの何よって、ちな主エス・キリストの何よってって書いてある。で、テサロニケの方を見ても、テサロニケもそうですね。テサロニケの方もそう書いてあるんですね。はい、ありがとうございます。す、え、べ、ー、てのことについて感謝しないです。これが、キリストエスにあって、神があなた方に飲んだことです。どっちも、キリストエスにあって、 キリストの何をって,ってことこなんです。どういうことか。これ覚えてますか先々週。キリストの何をって祈ると言った時にお話し,しましたね。キリストの何、わかりやすく覚えておかしてください。キリストの何って祈るって言った時に、私たちは本来、ね、一円としてもらえる資格も立場もないんですよって。でも、キリストの何をっ,って言ったので十字架があるから、この十字架があるので、私たちは十字架によって、一億円でも必要だったら、神から受けることができるぐらい、 十字架があるからもらえるいただけるんですよって言ってました覚えてますからね同じで私たちは本来このな感謝しようが踊ろうが賛美しようが駅に変わるどころかやったことの報いを受けるんです責任は取らされるんです責任を取らされるとか悪魔がいるからもっと災いが来たりするし人間で罪人でお互い罪人だから足を引きずり合ったりするのは悲しいけど世の中はそうなんです、ね、そしてあのやったことの刈り取りはあるんです必ず。 ところが、キリストの何を言ったら、十字架があるから、自分の罪の結果であっても、その罪の結果の裁きと呪いは全部イエス様に引き受けたから、本来裁かれたり呪われたり、責任を取らなきゃいけないのに、無責任になれてるじゃないですか、誤解しないでくださいね。イエス様が全部それを引き受けて取ってくださったので、私たちは、そのイエス様を信じているがゆえに、その十字架があるから、全部祝福に変わる。待ってくさい。ゼロになるんじゃなくて、プラスに変わるんです。 多くの人は許される、その通り。ゼロまでしか考えてない。ゼロじゃありません。プラスになるんです。あのね、私自分は親だって思いましたけどね。えっと、子供がマイナスしたらね、親はね、収入をする。まあ、口では腹をたえても、やっぱりそ親の特権で嬉しい。収入した時にゼロじゃなくて、それを通して逆転してもらえたら嬉しいんです。手のかかった子供ほど可愛いの。大変な子ほど可愛いの。逆転した時に嬉しいの。 マイナスがどんなにあっても十字架があるから、ゼロじゃなくて、プラスに変わるんです。十字架があるから。感謝の動画は何かあったら、十字架があるから、キリストの何よって、キリストがいるから、十字架があるから、そして復活されたから、どんなマイナスも話題も、全部仕組みに変わりますよって。だから感謝するんですね。で、あの、えっと、エスサも復活されましたしね。必ず逆転する。 このイエス・キリストのある、何よって、イエス・キリストの十字架があるから、だから、神があなたに望んでるんですよ。この十字架を信じて、感謝してくださいね。この十字架があるから必ずプラスに変わるんですよっていうことなんですよ。わかりますか我々が立派だからじゃありません。私たちの感謝が人よりも優れていて、なんかこう、感謝の踊りが素敵だからとか、感謝の思いが素敵だからとか、感謝の時間がすごく長かったほうが、とんでもない。24時間感謝しきったって、私たちは祝福してもらえる価値などありません。 十字架があるからです。この十字架があるから、私たちは、すべてのことが祝福に変わる、こんな恵みを受けられるんです。もっと嬉しそうな顔してよ。<laughs> あ、そう思うなんて。<laughs> だって、借金がもしある人ね、これ全部ゼロになって、それどころかね、人に与えるものに変わらなれるって言ったら嬉しいでしょ。過去に自分がなんかいっぱいお手がある人ね、 その点が消えてなくなるだけじゃなくてね、逆にね、その点があったところは逆に人々の祝福に変わるってなったら嬉しくありませんか十字架ってのはそれをやるってことをやるんですよ。で、クリスャンがなぜそういうかって言ったら、その恵みを受けれるからですよ。これ恵みです。ただただ恵みです。だから感謝しなさいってことなんですよね。そして、三つ目いきます。ここから具体的になります、ね。エペソロに戻りますが、エペソロには後悔だよね。いつでも、 すべてのことにつついいてでももいつでもだからいつで,もですよ、すすべてですよ健康問題、経済問題、人間関係、親子も夫婦も、他人との関係も、職場の関係も、学校の関係も、ね、先輩、後輩、いろいろあるでしょう、すべてですよ、いろんなこと柄、あらゆること柄について、感謝しなさい、ね。いつでも、いつでもです。だから、今やっても、それずっと長引いていても、ほとんの時もこれですね。 そそして何でかってそうすることによって逆転が起ここるんですねでこれはねと実際に起こっていきますね今日もね大あの礼拝の直前にねある方がですねあの言ったことがねわしに乗って準備する時にね聞きに来るんですよねもうしかもねなんかね私はねそれうがう一番嫌なんですねもうなんかねカチンと来ましたよねでその瞬間思いました「お前今日何説教するんだ?」って髪になりましたよね。<laughs> <laughs> あらーと思いながらね <laughs>、んかね、本当、皆さん、生活の中でありませんか、頻繁に、なんか、面白くないこと、カチンとくること、えーと思うこと、山ほど感謝するチャンスはあるんです、それを喜ぶチャンスなんですね。神に従ったら大丈夫なことね、神に従うとね、逆に怒ったりするんですよ。ペトリとは牧師、えー、今、大牟田教会ですけど、彼はもともと熊本にいました、実はもともと島原なんです。 奥さんんも島原なんです春美さんあの柔道の障害者で電動車椅子に乗ってる方ねあの方は生まれつきそうだったんですねあ側腕症で本当はもう30まで生きれなかったんですけどねもうああねあの奇跡的に癒されてもう今半世紀以上生きておりますねあオンラインしてるから言ってよかったのかなまあねであの伊藤牧師が本当に恋をしましてで結婚することになって結婚することになった、ね、そしたらその時にね熊本に引っ越したらなぜか分かりますか 島原市はとても素晴らしいところですが、まあ、あの市民の数が少ないことと財政があのその結果少ないことがあって熊本は実は福祉は抜群なんです長崎は、ねえっと、原爆のことがあるから福祉はちょっと弱い都会は福岡の方が都会なんだけど福祉に関しては九州では熊本がぐん抜いてるんですこれ分かる人には分かります福祉全然関係ない人はふんふんと思うかもしれませんがやっぱり実際ハンディ持ってきた人にとってはこれはねい生きるかどうかに、ね、ものすごくかかるんです実は。 で彼ららは夫婦で熊本に引っ越しをしましたそしをまたたそ、ね、クリスチャンっていいですね祈ってて神の恵みがあって奥さんに合わせたお家が与えられたんですよねただの車椅子ですその奥さんの電動車椅子で生活するためのハウス型家が、ね、で電動車椅子もリクライングがついたすごく動きやすい彼女の体に合わせた電動車椅子特注のやつを市が無料でくださった。 本当に生きてで介護もものすごく頼っていて介護も教官の人も加えながら、ね、あのあの教官の人も加えてちゃんと介護の資格を取ってですよ加えながら本当にこうやっていてもう本当によかったそしたら神がですね伊藤牧師に語ってきた大牟田に行きなさい最初は玉名に、ね、あの行って、まあ、たまんないって言ったんですけど今度は大牟田に行きなさいって言われた玉名、ねまあの時は熊とか行けたんだけど引っ越しですよでね彼はね奥さんに言ったんで奥さんはね いいよっっってて言くれたたんですねその時よか,ったのだからみんなね介護の人たちがね愛からね絶対行ったらダメって行ったら大変困るってもうはるみさんが困るんだからもうちょっと考えてきなさいよとかねはるみさん行っちゃダメよってねそれはあのあのみんなあのあの愛からねもう介護体制にしたって何したってもう大変だからって言われたんですねでもね神に言われたからって言ってねで奥さんもまあいいよって言っていうことになったところがですね電動車椅子がねやっぱりずっと乗ってるからねちょっとよく調子悪くなった あその前にごめんなさい、順番が間違えた。大牟田で県営住宅を申し込んだ、もちろん車椅子用のね、そういうやつを。普通、すぐ当たらないようにね、紙の手ですね、一発当たったんですよ。これ一つの印になってね、あそうところ当たった場合ね、なんか私は言わなかったよ、ああいうところはすぐに入らないある期間内に入らないといけないそうです。じゃあの辞めた、辞退したことになるから、1回月ったかな、なんかなんですよ。ほいでねあの、その時電動車がちょうど悪くなったから、 熊本の市役所に行って、ちょっと電動車が強かったから帰ってもらいたいという,か、ね、いう話をしたのね、もうなんていうか、もうまあ、もうずいぶん乗ってきたから。そしたら向こうの人がね、あじゃあ大牟田で申請しないといけませんね、もう大牟田に来越されるからって言ってね、ねって直中でやるからね、時間かかるからね、あそうですね、じゃあそうしますたらね、向こうへ行ったんですよ、向こうの人が。でもね、うん、大牟田市に行ったら、無料ではいただけないと思いますよで、て、伊者福祉はしたどうしてですかいや,やっぱりね えっと、福祉政策っていうのはね市町村単位なんですって大牟はだめなんですかっていや大牟田市は、ね、20万ぐらいでしょうってねそれで財政も違うしちょっと熊本には行かないと思うからまず無理でしょうってねええーってちょっとね今からはねもう3か月かかるからもう引っ越すんでしょうちょっとね大牟行ってしまった人には提供できないからちょっと無理ですねって言われたの。 れで、ね、彼は帰ってきて奥さんに言ったら、ね、それまで奥さん別に、ね、いいよって少々しんどくても大丈夫よって言ったらね突然ですねもう、まあ、これは伊藤部署にたどりますよ今まで一緒に歩んできてこれ以上暗くないという人生最悪の暗い顔をしたんですって、えー、これはねでもねあの大げさと思うかもしれないけど本当にハンディを持っている人だったらつらいんです車椅子が自分にあ,のあの人はただ車椅子じゃなくて重度の障害者だから本当に側晩症でだから「は ね、なんかねあの、もう行かないと言わないんですよ、もう行かないと言わないんだけど、もうなんか,もうなんかねもう、もうなんか、もう本当に暗くなったんですって、そいで糸牧師はねあの、奥さん好きだからね、あの人、は、ね、あと思って、どうしようと思って、ね、でももちろん、おもに行かないと思って、ね、行こうと思ってですよ、神様にしたかったのに、どうしてと思ってね、そこで思い出したの、聖書んだそ,うそ,うそしたらね、役部の一生だったの、試練に会うとき、この上もない喜びと思いなさいこれでね、彼はね、そうだと思ってね。 徹底して感謝して喜ぼうと奥さんに言ったの奥さんはね「文句はね、はあ、ってで彼がとにかく感謝してみたらねただそこにいるだけ「感謝します」こういう感じなんです、ね、でもとにかく彼が一生懸命感謝してもう徹底的にいろんなことをで踊って喜んで,で奥さんが「感謝します」って時々言うんですって時々ポツポツと1時間やったんで1時間一時間とにかくもう徹底的にやったそうですね 1>, 1時間やり終えて、まあ、1時間やったからねって言って「てね、神様、ね、感謝します」って言っ,ておったら電話が鳴ったんですって出たらそのさっき、ね、言われた熊本の市役所の,その福祉の方だった担当の方ねでその瞬間ねまた何か言われると思ったんですって今までの経験じゃねい, <laughs> いいこと考えない、ね、感謝したのにと思ったんですってそしたらその人言ったんですよね伊藤さんってね,あのね普通は無理なんだけどね大変でしょ 上司に掛け合ってあげますって普通はできないけどね業者にも掛け合ってあげますって普通はできないけどとにかく頑張ってみて1ヶ月でできるかどうかやってみましょうと言われたんですってびっくりしたって感謝があった1時間後ですよで彼はこう言ってました説教の中で今までねいつも来らえたんですっ伝令がありません」「伝令がありません」「いろいろお願いしてもね「伝令がありません」 役所はその人は悪いって言うんじゃなくてね、前例がありませんからできません、前例がありませんからできませんって言われ続けていたのに、こんな大沼に引っ越す人に、熊本の方が前例があるどころかとんでもない。なのに、わざわざその人の方から、こっちこってないですよ、もうその人が電話してきてくれて、相談もしないんですよ。向こうから、何とかしようって上司に掛け合って、やってあげましょうって上司もいいって言ってくれたの。そして、業者も必死になってやってくれて、特注の彼女に会ってたやつが、引っ越し2日前に届いたんですよ。 それでね伊藤さんと奥さん喜んだやっぱり重た大輝は神様だったってこれね嬉しなでね8年経つんですそれから8年経つんですその引っ越してから8年ねで普通あのタイヤとタイヤを変えたりそれからなんていうかなバッテリーも変えたってでも車椅子そのものが悪くなって変えなきゃいけないってことはなかった今全然車椅子そのもの故障はないタイヤが、ね、か変えたり だからバッテリーを変えたりはしたけど車椅子そのものは8年間持ってて今まで乗った車椅子でこんな8年持ったのは初めてだって今も元気に、まあ、元気にって言っていいのかな頑丈にって言うのかな動いてるんですってということをつい先日嬉しそうに説教しておりました <laughs> 感謝ですよりますかあの本当に感謝していと時に奥さんはねもうやっぱり正直それ、ね、もう力がくなでも奥さんはね「ねもう感謝はいい!」なんて言わなかったの ご主人の横にいて、まあ、とにかく感謝します、感謝しますと言えなかったけども、夫が一緒に感謝しるときに、いつも言うでしょ、教会の恵みですね。神様は信仰を持ってする方を見てくださるんです、やってない方を見て、なんとだめだなんて言わないんですよ、これが教会の恵みなんですよ、だから教会を共にやることが素晴らしいんですよね。そしてね、これはね、でもね、もう,もうギリギリだったからねあの、その時電話かかってこなかったら、おそらくもうアウトだったと思うから、主はちゃんと間に合わせてくださったけど。 もう一つあるんですね,あのね、えっと、今は違うんですけどね随分昔の話なんですけどもご主人がねノンクリスチャンでね結婚したんですけどご主人がノンクリスチャンでねで教会行くことは許してくれるんだけど自分は教会にまあ来ない送ってきてくれても来ないであの自分はも関係ないって人がいたで結婚したんだけど結婚してみたらいろいろと思う,思うとは違ったことがあって。 まあ思いと違わない夫婦なんているんだろうか <laughs>。って言って、ね、そしたらです、ね、彼女は献身して進学校に入った、ね。私、牧師夫人がいて、牧師夫人と二人での授業があった。それ感謝と賛美の、毎日さんの授業が始まって、それやった。その中で感謝しましょうってことがあって、牧師にが言ったせっかくだから実践しましょうって言ったじゃやりましょうやるからね一時間毎週毎週授業の前にやりましょうって言ったの。おもしろかったそういうさん、その牧師夫人が。 私もね、牧師に対していろいろ思いがあるの。だからね、私は私の夫の牧師のために1時間感謝するから、あなたもあなたの夫のために1時間感謝して、一緒にしませんかって言ったらね、分かりましたってね、従順な人ですね、一緒にね、毎週授業の前に1時間、お互いの夫のために感謝したんですってっ、2人,、ね、人だけだから、もうで、言ってました、小さなこともあるけどね、その小さなことが気になるんですよね。 大きなこともだけど、小さなことの積み重ねが結局いろいろ問題を起こすでしょ。その小さなこともね、徹底的にも感謝して、1時間もあるからね。1時間感謝しようと思って結構あるからこう手、しかも、夫のことだけ1時間感謝するわけなね。これ一生懸命やったんですよ。何にも変わらない。<laughs> 何にも変わらない。それでもずっと毎週毎週やって、1年間やって、1年間の授業が終わりました。最後の授業終わりました。そしたら、その牧師夫婦が、 その場所から違うところに移動することになったまあ移動ってことですねそれで移動することになってで最後の礼拝その牧師の最後の礼拝の時に彼女はいつもの礼拝しているとハッて気が付いたら夫が後ろで礼拝してたんえぇ、ー、と思ったで礼拝が終わったら夫が牧師のところに行ったで牧師となんか話してたら牧,牧師が終わった後にやってきたご主人救われましたよ信じましたよえー 今でもその人はエッサーも本当に信じていますこれ以上は言いません私はその人をたとえば本当に、えっと、尊敬しております父親としても夫としても僕、ね、師になってほしいんだけどね <laughs> あの1年間感謝をしたんですよねときみちたときに大学で思ったんですよね皆さんね感謝するとね 神は必ずことをなさるんですでもいいですか事をしてくれるから感謝するっていうんじゃ失敗するんです。もう神は感謝と賛美を受けるにふさわしいし、神は約束ままに決まってるし、最低限がなさらないんだから、もう私でプログラムを作らない、ね。感謝したら必ず気になると思う人はプログラムを作ると感謝しながら、もうそろそろ見せてここら辺でこうなったとか、ああなったとか、やりませんか日本人って賢いからね、そういう曲は強いんですよ。そうじゃなくても単純に もう神様、あもうすべてあなたに任せました。ありがとうございます。わけわかりませんけど、感謝します。なんで私ばっかりこんな目にと思うこともありますけど、感謝します。ありがとうございます。ってこう、絶対神を平気にされますから、感謝します。ってね。もう、主に信頼しきって感謝していくと、だっ神は望んでいらっしゃるんだから。約束を絶対しは破らないんです。十字架はあなたのためだったんです。誰かじゃありません。あなたのため、私のためなんです。この十字架を通して、神様は、あなたを祝福して、祝福したいんです。 命までかけて愛してくださった方があなたが祝福されてなかったら誰よりもキリストご自身と血なる神が悲しまれます。本当ですよ。私が無理して頑張ってやったときにそれを通して子供が祝福されたらうれしいけどそうじゃなくて逆になんか悲しいでしょ。神は祝福したくて仕方がないのです。この十字架の恵みを受け取って本当に感謝しながら期待しましょう。だけど、何て言うのかな。 感謝しはてこそ、信頼して、も感謝をされていけば。でね、もちろん忍耐は必要なんですけども。私は群れとしては、時が満ちてきてると思ってるんです。ある方は感謝し続けてきてね、正直言ってね、感謝疲れしている方がいる。あの、責めません。ご苦労様でした。<laughs> でもね、ここから勝負です。ですか本当に心から神様に期待して、感謝しましょう。 自分の方で時を決めてあり、自分の方でプログラムを決めないで必ず神様が祝福化されるから、あなたは感謝と賛美を受ける。ふさわしいからって。そしたらね、逆転がそこから始まるんです。神は絶対に裏りません。それはね、どうだ？あ覚えててほしいという風に思います。えまあ、今日は3つ目の感謝のことでした。けれども感謝するってこと。自体が実はね。交戦者に従うことなんです。今日言った。全てのことに感謝させて。言葉は特別語られなくても。 いつでもどこでも誰にでも適応できる言葉だから感謝すること自体が実は二つ目に従うことになるんですで感謝することってのは感謝なんだけども同時に祈ることでもあるし感謝してるとね求めが湧いてきたりね感謝するとね桑田めが湧いてきたりね感謝すると今まで見えなかったら見えたりしてきてねじゃ感謝ってすごくのポイントなのこれは感謝してるとね神の声が聞き従いでも変わってくるんですねじゃこれすごい特別な恵みなんですねそれ皆さんねお互いに感謝しましょうで,できなくなったら教会行きましょう ね、言えないこともいっぱいあるでしょうから本当に話せる人にと一緒に感謝しましょうあるいはみんなが感謝すると時にあなたは心の中でそのことについて感謝をしましょう神様はあなたのその心をご覧になられますお話を終わりますがダビデがこう神の箱神の臨時なんですそれを、ね、レッサーげ再び登っていく時ね、喜び踊るんですよ裸になってねもう本当に神の前に。 ミカルっていうねサウル王の娘なんですけど王家の手なんですよね,ねそれがね見下げるんですよねあ,あなたはね王様なのにねみんなの前で、ね、家来の前であんな格好されてってね皮肉っていうとねダビデは何て言ったかってねいやそのねあなたをねあ,のあ,のあ,のあなたの女子よりで私を耐えてくださった神の前で私は踊るんだあなたが見下げたその人たちに私は敬われたいんだって言って 踊るんですよ喜ぶんでですすよよ喜ぶダビデはこの後と祝福され続けるんですますます、ね、あなたが心から感謝してね踊ったりしたらね笑ったりバカなする人は絶対います思い出してくださいそしたらあ,のあなたのクリスチャンのいその時はダビデ <laughs> ミカルを選びますかダビデを選びますかそれはあなたの自由ですでもダビデになって 祝福されましょうお互いに神は笑われません神は見て言われますあ,あ本当に私を信頼してくれてるんだねって嬉しいよって言って神様は大きな手を広げて神の愛と祝福であなたを満たされますその恵みの中をね共に生きていきたいという風に思います今年勝利の年です戦いって感じで神は戦ってくださいって今年勝利が現れてきますいろんなことに対して その勝利を通してお互いが祝福されて人々にそのね勝利を持って希望と神の愛をね分かち合っていきたいと思いますお祈りします天皇と様御言葉をありがとうございます本当にあなたは生きとある神様でイエス様最善がなさらない神様命をかけて私たちを私一人,一人を愛してくださった神様でも人生には問題や困難が私の罪上にまた人の罪上に起こりますがその中で正直言って肉は理解できなかったり 感謝どころじゃないと思でも神様、みことに立って神様を賛美と感謝に与えする人ですので、いつでもどんなときでもあなたを褒めて与えることはできるように、助けてください、導いてください。そしてあなたは真実な方、十字架の上で必ず生にされるので、その勝利を見ていくことできるように、力強いで思って導いてください。いや、あなたは必ずそれを表してくださるから、ありがとうございます。